ちの入り口から入って、まあ、こっちにねちょっと座るところがあって、あっちの奥にベッドがあるから。はい、皆さんこんにちは。みなです。たかです。 AT ブログです。はい、ちょっと今日はね iPhone で撮影してます。なのでちょっと画質とか音質が悪ければちょっとご了承ください。そうだね。でもなんで iPhone で撮影してるかっていうと、今ねダッカにあるボウスティっていうスラム街にやってきてます。はい。でね、もう周り見ると雑多な感じなんだけど、まあ実はねここマーケット、僕ら2人で来たわけじゃなくて、まあ、後ろに見えてるローカルのバングラデシュのお友達に連れてきてもらってます。まあ英語も通じないし、まあ、危ないってことでローカルの人もついてきてもらってます。でとりあえず、まあ、どんな感じかちょっとプラプラして見ていきたいと思います。鶏も売ってるわ。めちゃめちゃ数が多い。見えてるかな、ハエがめちゃめちゃ飛んでる。まあ、こういう風にね野菜とかも普通に売ってますね。こっちはじゃがいもとか玉ねぎとかかぼちゃとかね、だから普通にここには生活があるんですね。見る感じね明らかにねゴミがめちゃめちゃ多いですね。でね、ボスティって、まあ、スラム街の名前なんだけど、こういう風にね線路沿いにスラム街を作ってるんですよね。だから基本的にバングラデシュのスラム街はこういうふうに線路に沿って両側にスラム街が広がってるっていう感じ。すごいよねこの光景は。あー、 OK。 こう今前を見て左側にはスラム街の中でもマーケットが広がっていて、右側こっち側はお家です。なのでマーケットがあってお家があるっていう感じだね。で今ねこういう風に線路沿いにボスティが広がってるんだけど、これね今聞いた話だと国の選挙があるたびにこのボスティを撤収して違う場所に移すらしいのね。政府として街をきれいにしてますっていうアピールをするために選挙ごとにボスティを移動させる。でも結局ストリートチルドレンの数とかこういう貧困層の数って根本的には減らないので、まあ、ここが撤収されたとしても別の場所にまたすぐボンスティができちゃうっていう現状が続いてるらしいです。レナ後ろ見てみて、普通にさ線路沿いでご飯も作ってる。子供が縄跳びしてるね。本当に子供も多いよね。まあ、ここに暮らしてる子供っていうことは要はまあストリートチルドレンっていうことなんだけど、本当に子供が多い。なんでお前がやっとんねん。下手くそでございます。今ねこうしてる間に1台の電車がね来ました。あの人危なくない？普通にこう住んでる真横をね電車が通ってくんだよね。 This house. Can I take a video? Yeah. Hello. Nice to meet you. Hello. こちらがねこのスラム街のお家の中っていう感じかな。まあ、本当に狭くてこっちが入り口なんだけど、こっちの入り口から入って、まあ、こっちにねちょっと座るところがあって、あっちの奥にベッドがあるから家族みんなで寝てるって感じね。でここにはねコンロがあってご飯も作ってます。まあすごいよね、これ何人暮らしてんだろう。5 people. OK。
子供が集まってきて写真を撮りたいということでみんなで撮ってます。みんな笑顔だよ。はい、今ねこの町の方まで戻ってきました。まあ、っていうのもね、さっきのボーシティっていうスラム街から町の中心とか、まあビジネス街みたいなところ、本当に車で10分ぐらいの距離なんだよね。でこんな近くなところにものすごく裕福な人たちとものすごく貧しい人たち、まあ、共存しているっていうのがバングラデシュダッカの現状です。これでバングラデシュ終わりです。そうで、今からねもう空港に向かってインドに飛んでいきます。まあ、最後にねこういうバングラデシュの現状を見れて、まあ、よかったなとは思います。ということでまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。ということで今ねインドのコルカタにやってきました。はい、来ました。まあ、インドって何もできない、この国は何もできない。コルカタだけじゃなくてインドが大嫌い。